なんなの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな、久々に会えたんだし。ほんと、会えて嬉しいよ。それから、ありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。で、さっきのは何？なんでもないよ。ねえ、姉さんとは知り合いなの？ここらじゃ有名なクズだよ。もう一人の子は知り合い？ウォーレンね。借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ。トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに、全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど、地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそ、どこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのは、ブラックウェルに通うためだろ。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり、私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。5年間音沙汰もなかったんだ。仕方ないでしょ。私だって、いろいろあったんだよ。そんな理由で私と縁切ったわけ？そんなんじゃないってば。嘘だね。シアトルで新しい友達作る気だったんだろ。厳しいな。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は？学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で、連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。もういいよ。嘘、壊れちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう、困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない？専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。どうぞ、上がって。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。この部屋もだいぶ変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ、義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて。音楽でもかけてよ。いい写真。クロエはパパっ子だったんだよね。アルカディアベイから出るにはお金が必要だ。私は好きじゃない。狙いすぎ。超楽しそう。超悲しそう。超飛んでそう。クロエがあのポスターを作ってたんだ。
駐車違反の罰金払ってない。おとなしくできないタイプだもんね。クロエはいつも私より背が高くて、おじさんに測ってもらってた。クロエ雰囲気変わったな。一瞬わからなかった。レイチェルからのポストカード。一緒に書いたの楽しかったな。うわ、汚れた服の匂い。ちょっと、スノードームが壊れたじゃん。クロエは2年前にブラックウェルを退学になってる。昔はすごく勉強してたのに、もったいないな。おい、見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたから。当たり前だよ。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。私が貼ったんだ。親友だった。パパが死んで、マックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。全然知らなかったよ。知ろうともしなかっただろ。14歳までは親友だったのに。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ。私とは全然違うタイプで、スターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった、私たち二人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。でもお母さんは、おばさんはそれを聞いてなんて。再婚の方が大事だったんだろ。家を出る理由が増えただけだ。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの。半年前、突然姿を消した。私にも言わずに一人で。レイチェルのご両親は探してるんでしょ。現実逃避してるよ。でも絶対何かあったんだ。他にも何か知ってる風だけど。いなくなる前、運命の人と出会ったとか言ってた。それっきり。その後一度も連絡ないの。みんないなくなる。パパもマックスもレイチェルもみんな。ねえ、音楽まだ。ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。ジョイスおばさんの化粧品ね。クロエは動物実験をするメーカーのは使わない。クロエの髪の色好きだな。内気さがみじんもない。私とは正反対。
これクロエの？大丈夫かな？何時再び故郷に帰れずと言うけど、帰ってきた。クロエの両親の部屋だ。今日は覗きまくり。おはよう鳥さん。さあ飛んでおいき。請求書が払えてないみたい。おばさん幸せそう。クロエの新しいパパ悪い人じゃないんじゃ。おばさんまだダイナーで仕事してるんだ。旦那さんは警官？どんまいクロエ。ああ、これクロエが母の日におばさんに作ってあげたんだっけ。大事にしてるね。21世紀のサバイバルガイド、行動可視化。ドッグタグだ。デイビッド・マドセン。おばさんは通販カタログが好きなんだよね。ああ、おじさんの思い出の品だ。新しい旦那さん、悪い人じゃなさそう。プライス家の経済状況は良くないみたい。思い出の中のクロエはいつも笑ってた。今はあんまりみたい。私もパリに行きたい。この溜まり方じゃポートランド行きも怪しいよ。ジョイスおばさんはまだツーホエールダイナーで働いてるんだ。町内一のバーガー食べたくなってきた。ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。わあ、美味しそう。おばさんの料理また食べたい。寒い。もう夏も終わりって感じだね。クロエの猫のお墓。かわいそうなボンゴ、車にひかれるなんて。ねえ、大人になったら何したい？私はもう大人だもん。マックスは？旅行したい。すごい遠くの国とか世界中を旅したら楽しいだろうな。私を置いて？ひどいな。クロエも一緒に決まってるじゃん。冒険の旅にはボディーガードがいるもん。じゃあ私ララクロフトみたいになる。強い女って超かっこよくない？いいね。そんで車とか船とか飛行機とかで好きなとこ行くの。自分たちだけで好きなことをするの。最高。旅行先では何するの？写真をたくさん撮りたいな。私本当はね、写真家になりたいんだ。絶対無理だけどね。無理じゃないよ。マックスは写真の才能あるもん。マックスが撮った写真はいつか美術館に展示される。私は信じてるよ。
このシミを覚えてる。おばさんのワインをこぼしちゃって、クロエと必死にこすったんだけど全然落ちなくて、すごく怒られたな。ここに必要な道具があるはず。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。学校中に監視カメラを置くの？心配性すぎない？あ、銃が一丁ない。クロエのおじさんが持ってないといいけど。何これ、部屋にカメラをつけたの？嘘でしょ？これって深刻な問題だよ。クロエとおばさんは知ってるのかな？手が滑っちゃった。どうしてケイトの写真がここに？待って、なんかすごく嫌な感じがしてきた。パスワードもないし、道具を見つける助けにならない。精密ドライバー発見。でも手が届かない。私はバカなの？全然届かない。さすが、やるね、マックス。道具も見つけたし、クロエが探す前に戻ろう。工具見つかったんだ。そこの机使っていいよ。どう？全然ダメ。これマックスが？うん、今日撮ったやつね。あの野郎何やってやがる。あれ、これ見たことあるぞ。それはどういうこと？いつ撮ったんだ？おいおい、マジかよ。トイレの非常ベル、マックスの仕業だから姉さんに追われてた。そういうことか。命の恩人じゃん。な、そうなんだろ？誤解だよ。相変わらず嘘つくのが下手だな。分かったよ。マジかよ、やべえ。銃を見た瞬間ちびりそうになったけどね。私だってすぐ分かった。全然、髪の毛も服も違ったから。だろうね。何しろ5年ぶりだもんな。うん、ほんと今日は驚きだらけ。それじゃあ姉さんとの話も聞いてたのか？少しだけね。
嘘だ。いたなら全部聞こえただろ。お金がどうこうって話は覚えてるけど、それ以上は本当に知らないよ。それじゃ次の質問、誰かに言ったか？誰かって？誰にでもだ。言ったのか？校長先生に。でも信じてもらえなかった。本気で言ってんの？あの叫びたりはな、学校の利益しか頭にないんだ。絶対信用するなよ。クロエの名前は出してない。信じてよ。助かるよ。いつかちゃんと説明する。本当ありがとな。確か先月誕生日だったよな。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。誕生日覚えててくれて嬉しいけど、これはもらえないよ。いいって。私は使えないし、ふさわしい人にあげた方がパパも喜ぶし、再会の記念にこの写真もらうからな。本当にいいの？ありがとう。すごく嬉しいよ。なんか湿っぽくなったな。よし、気分を変えて踊りまくろう。ちょっと本気？ほら、マックスも踊るんだよ。どうした、恥ずかしいのか？じゃあそのカメラで私を撮って。この曲上がるな。恥ずかしがんなって。踊れって。やればできるじゃん。クロエ、部屋にいるのか？決して。早く。やかましい音楽を鳴らすな。何と言えばわかるんだ。鳴らしてねえし。うぜ。そこにいろ、話がある。ふざけんな。マックス、早く隠れて。見つかったら私がぶっ殺される。クロエ、何してるんだ。早くドアを開けろ。着替えてんだよ、うるせえな。マックス、どっかに隠れろ、早く。クロエ、待て。何してるんだ。何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。嘘をつくな。いいからここを開けろ。何をしてる、クロエ。クロエ、待て。何してるんだ。何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。嘘をつくな。いいからここを開けろ。何をしてる、クロエ。ブラジャーが引っかかったんだよ。たく。何をしていた。服着替えてただけだって大げさなんだよ。ごまかそうとしても無駄だ。銃が一丁なくなった。お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな。ほっといてくれよ。俺に口答えをするな。質問に答えろ。命令だ。誰のだ。私もママもあんたの軍隊の兵士じゃない。黙れ。ジョイスは関係ない。さっさとママと別れろよ。クロエ、すまない。ジョイスは大切な人だ。だがお前の態度は。知ってるぞ。今日ケイト・マーシュに嫌がらせしてただろ。証拠写真があんだ。なんだと。余計な真似するな。こっちのセリフだよ。クロエ、お前は何も分かっていない。クロエ、大丈夫？絵に描いたみたいなクソ親父だったろ。ごめんね。いや、見つかってたらあれじゃ済まないし。想像つかないよ。とりあえず窓から逃げよう。いいところに連れてってやるからさ。デイビッド、クロエになんてことを。もし私が割って入ってたら。